まあ、ここ全員が、まあ、もちろん打ち合い強いんですが、そしてライフが、ライフがやっぱりこう中国が、ライフだとか言ってる時点でも浅いわ、マジで。アーヤンなんよね、浅い浅い。違う、本当にあの俺がマジで初めてスクリームでチーターだと思ったやつはライフだったの。当時こいつ UG なんだけど、これチーターやっつってスクリームやめたのがこうライフが原因だったけど、実際こう大会見たらあーやんなよね、あーやんなよね。そう、 EDG とスクリームしなくなった原因、ライフの Z に破壊されたからだよ。20何キロ2ですとかで破壊されてやめた。で、まあ、ライフはちょっと、まあ、もちろん強いんだけど、違う、なんかこうなんだろうな、打倍的な立ち位置なんやろ、アーヤンは。エイムもなんか破壊って感じじゃないだよな、なんかこう、ガガガガみたいなエイムじゃなくて、レスみたいな感じ。まあ、そのスマーフの話でいくと、まあ、当時あのスマーフ事件、まあ、一応俺が結構代表役みたいなのもありますけど、一応ゼファーさんとかもいたんですよ。そのゼファーがスマーフの時に使ったサブアクの名前がシーネットの名前で、シーネットに直接謝罪したら、そんなことで謝罪するんだって言われた話好き。スナイパーのイメージがあったんですけれども、お前そんなんで炎上してんのかみたいな、海外勢からのイメージ、お前そんなんで謝罪してくんなよとか言われた話。実は僕はこのチームの注目中、なんでもいいわそんなんっていう GM 来たよ、シーネットから。1分だ。赤毛やってくれてれば。中央本とカスケードとスモークを使って中央のエリアを制圧しました。ファンタラスフェニックス。ただ、A メインを取りに行きましたね。ただその奥には待っているのがオータム。そこにアタッカプタン隊長が倒します。急いで進まないといけなくなりましたねこれ。ただ早いぞ。その奥にはミスターファリン。世界1分。タイルからの進行シーネット。アタッカプタンからディジー合わせ。さあマーケットに滞在する敵も見えたか。クラックスそのままだ。アーヤンって言ったけど、アーヤン強くない今のも。フットeeスポーツファーストラウンドを取りました。今の取られたけど、あえて強気に動いたラウンドですね。優勝した。アウェイのチーム関係ありません。取り方としては本当にフットらしいラウンドの試食でしたね。後部の位置も難しかったですね。難しいですね。残り時間からして設置を優先するしかないんですけども、打つてるところに対してやっぱりキルは取りに行かないとっていう気持ちもあったでしょう。オーブ回収です。スラッシュまではあと一つ。ショーストッパーを警戒しなければいけないファンプラスフェニックス。パラノイアを率先して切りに行きましたね映画は。まあ、先ほどから積極的に切って情報を取りに行きますよね。なんだったらこれをやり続けて、この序盤のタイミングで早めに A メイン取らせないぞっていうプレッシャーをかけているようにも感じます。ここでディメンショナルドリフト、カメラ映りました。目の前にはイエツ J、 3もいる。そしてディフェンダーサイドに2人、合計3人がいるのを把握しました。デコイスタート。ただイエツ J はまだ無理なの。ワイヤーも切れてね。抜きました。まだ倒さないといけないぞ。スラッシュを流した。アフターショック合わせ完璧。うますぎる、いいカバーすぎる。ダブルキル、What？ 全て一人で何やったのこいつ今。一瞬逃げたのかな。後ろに下がりましたよね、この後ですよね。うわスタン状態、スタン状態でもねえと見えてないじゃん。マジかよ。だから今日言いましたよね、ライスはもうどういうこと。やばいプレイヤーそうですね。僕はあのアーヤンに注目とか言ってかすんでるやん。でも今もスーパープレイが出ただけで、正直ヨルルトを使ってる時にワイヤー一本でも切んなきゃいけんで、ハインのクソとかったからさ、スーパープレイが出てなかったらすぐ負けてたから。このフットの特徴もシェリフが強いチームです。そうですね。以前あの確かイエツジェとミスターファリンかな、はい、で逆転しますからね。まあその他にもね、アタカプタンクラックスと、まあ、過去のロータスでも見せています。そうなんだそれ。あ、よくとか前に出ます。一人でなんで行ってんのや。カバー取れちゃう。ちょっと。フットなんで取れるんだ。ライストって言ったやん。ハンドガンで合計3キルもぎ取りました。我々の知ってるシェリフではないんですよね。言ったやん。そしてアタカプタもシェリフを持ちました。フロムザシャドウズでスパイク回収です。
人数差が怖い。しかもこれ迂闊にニューラルセフト打ちますかね。ああ打ちそうですね。しかもそこに武器が落ちてるわけですから。いやまだ取れる。進みすぎてしまうと結局武器を取られる。ただ武器を守ろうとするとワンオンスリーしないといけない可能性がある。ただニューラルセフトを打つと位置もバレてしまうことを考えてフットも打ちません。このタイミング打つとバレるので打たなかった。確かに位置が分かんないですからね。ドライで情報取ったぞ。まだあるツオンツーだよ。武器を持ってる2人、イエッツジェイとミスターファリン。フォールトラインがあります。シュラトセプ大丈夫、ライ様がいる。ライ様のパラ、ラインを警戒したプレーです。スポンがありえるのが怖いところですよね。ライ様のパラ、もうエルボーに注視します。いや死んでもライ様がいる。ライ様、ほらライ様がいるわ。もう言ってるやん、ライ様がいるって。あの一瞬でライ様がいます。タイムアウト取ってもらって急いで行きたいから。A 側は毎回初動人数をかけて抑えているんですけども、あまり FPX が A を使わないんですよね。またミッド進行です。ミッドの情報を手に入れました。うん、ここまでは一緒なんですけども、フットもフットで今 A メインを面白い位置で詰めてますね。これは気づけなかった。クラクス、ファーストブラッド。まあ、ファーストラウンドのようにエイミンを詰めてのファーストブラッドを獲得することができました。あ、また豆、これで A 攻めづらくなりましたね。マーケットからかな。さあベルリン、ここでも敗退ですか。マーケットを取る動きです。ただそこはあくまでフェイクにしてトップにも圧力をかけていきます。フラウラ反応がありました。イエツジェどうする。クラックスも合流してきた。いや、いいポジション取ってる。おっと、それもはいいよ、ライ様。さあトップ進行完了。どうする、アタカプタン。メインからの進行はないのは把握しています。クラックスもディフェンダーサイドから寄っていきま す, ます、ね、問題はミスターファリンの位置も気づけないか。頭一個見えました。ただコーブが邪魔をする。残るはクラックスです。荒らしていったファンプラスフェニックスの立ち回り。ワンツー、瀬戸はクラックスであればワンチャンスあります。まだウィングマンが残っています。外に来た。そこに来たベルリン。さあ今回は B メイン圧力をかけていったフットです。ローリングさん上がった。これでアルティメットアップです。武器が苦しいフット。まあ、ただシーネット、アダカプタンともにガーディアンが上手い選手です。まずは詰め待ち、同じところからなんですけど、さすがにフットも A 面に詰めなくなりましたね。いいワイヤー切りです。両方壊れましたかね今ので。ここはカウンタープレーを目指しているでしょう。見えた瞬間ディジーパラノイア、そこを狙う仕草を見せますが、ディジーパラノイア、そこはうわうまいね。これが夜のプレーです。夜うざいね。その夜のいいグレネードパラノイアディジー切ったって今マーケットへのパラノイア、そこにはワイヤーが仕掛けられています。でかそれ、壁を作っていくがここは抜けません。うわー、もう一人ワイヤーが引っかかった。やばい、それすごすぎる。それ組み込んでいくか。なんとかライフがそのトップの車線を後部会社潰しました。これ入れるか。ただ一方耐えるかの進行、コモライフが対応するか。ライフ、もうどうやったら負けんだよお前。このまま A 進行にローテーションです。すべてライフが差し切った。いやー、位置がバレてる。もう余裕でスッチャー回せますね。そこにはイエチェライフワンオンツーです。チョケだなお前、やったなお前。ただここはすでに2人が構えています。まさかのライオット。うわー、ベルリンが抑えました。危なかった。9対3。ライフ、いやライフを驚きましたね。お前ホッとしてるやん。もうライフもごめんねと。ありがとうありがとうってね。ツイズ式ですね。フットとしては取らないと苦しくなります。あ、ただ B メインの人からです。抜けましたね。そしてパラノイア早々にエルボーに切りました。ただ切られてもなおピークしているのはアーヤンです。むしろアーヤンは前に出ます。右見るでしょ絶対。ほらもうなるやん。もうスパイクドロップ
まあ、それであれば前に詰めて破壊していくことを望んでいきますが、後ろからイエツジが回っていきます。さあ問題はこのスパイクをどう回収するでしょうか。そうですね、いかにしてこのスパイクを抑えるかなんですよね。これね、アーヤンいるからね取ったね。 DG が飛んできました。一人で行った、アーヤン8ダウン、そしてダブルピーク、合計3人並んでタイルを制御させていきますが、でもスパイクを取るの難しいですね。アーヤンいるよ、せーのじゃない、手前に2人、アングルでは FPX 有利に見えましたが、クラックスなぜかダブルキルを取っています。これライフの打ちバレてない、ライフワンワン、アルティメットもあります。そうですね、位置バレました。残り25秒、足音聞こえた、設置のタイミングです。ウルト使うんか、ライフはもうアビリティがありません。ぐるっと回ってくるところ、当たるか、ゲッツジェの立ち回りが神がかっています。うわー、すーごい、後ろを取った、ライフの側面を、あー向いた、おー向いた、でもゲッツジェが取り切りました。6対10、よく取りましたねなんでこんなアーヤン調子悪いん。いや俺あれ俺のせい、これスフェニックスがいい方分かんなくなってきたな。ニューラルセストを打ったタイミングでまた4キルもぎ取れたので、見えてんだよ、あと2つでまたニューラルセストが上がります。しかもこれエコラウンドのファンプラスエコラウンドですからね。さあ手前にゲッツジェ、おっと、あ足が、あ見えた、ゲッチェイ、ここはトリプルピーク、情報を取れました。おっ勝負するつもりだ、ファンプラスフェニックスもニューラルセット、あーやん、武器取られるぞ、スパイクアップ、オーメルトない、どうする、アタカプタン、いやでも A メインのオーブで回収からのスパイク回収を狙っています。立て立て立て、みんな立て、みんな立て、ずらせるように体を張っていったか、回収です。なんで立たないのこれ、むしろ取らせるが、ただ待ってるのはオータム、分かっていた、 DJ 合わせ、しかしケージがある、邪魔で仕方がない、もう立つ必要ないと、早すぎる対応、すでにメインは3名、おースリフティー使いに行くんだよもうね、ユキシロさん、パワーなんだ、これはファンプラスフェニックス大きな一本です。これがね、他のチームに真似できない動きだと個人的には思っていて、その動きになったのが特にあのフロムザシャドウズでスパイクを拾った後の対応が、はい、他のチームだとそう見ないんですよ。ここ、このオータムのプレイングってリスクすごくあるんですね。そうですね、うん、スパイクを取らせるところは予想していて、やばい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 、ガチでやばい、やばいぞ、やばい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 、一人で行きましたからね。行くば、エコイを設置して、今回はミッドあたり、そうだ、間違いなくミッドでの当たりを狙っているでしょう。フラッシュデコイ合わせ、多すぎ、フラッシュに行く、うめえ、ライフダブルキル、デコイと一緒に出るんだ、うまそれ、逃げる位置的にこれ寄るところもエリア取られています。これ A なんか入れないぞこのままだと、頭一個の勝負、ライサマ、そしてベルリンが抑えてきました。13対7、チャイナリージョンの強さを見せつけました。ライフって言ってたけどな。見せていきましたね。やっぱりだよな。設置して瞬間のピークですからね。そうですね。いないと思っちゃいますからね。しかも最初は階段側にいるという情報しかなかったですからね。確かにそうですね。最初の中にいるかどうかは分かりませんでしたが。ドライで行ったイエッツジェイ。まずいそれ。やばい。おっと懐まで入ったリンクからの足音も聞こえてくるが。それまず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 、あ後ろ、うんまライフマジかよ、しかもリンからのカバー、うまずいぎるカバーです、あれで逃げ切れるんですね、逃げ切るところか、目見ましたからね今、よく出るな、ミッドを攻略するのは難しいでしょう、自由自在やん、アタカプタンのバイパスピットが展開しているスラッシュがありますからね。さあマウンドをプレッシャーをかけていくライスはスラッシュを使ってウィングマンを使って捕らえられたのはクラックス、ただこれアタカプタンも落ちた、2位トレードしまった、ミスターファニーはどうする、フットはここシネットのカバーも入った、ワンワン、シネットがさばききりました、4対1、さすがシネット強すぎ
戻ってきたな。椅子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 シネットが吠えました。シネットも吠えるんですね。椅子椅子あんまり今まで見なかったですけどね。見ましたけど、今日は凶暴です。凶暴といえばね、どちらかというと我々のイメージのラッパーではないよね。出てきてしまいますけどね。まあ地域違いますけど。手前カウンター勝負。またカウンターだ。勢い任せになってきてるか。ディジパラノイア。気づいてない。誰も気づいてない。シルエット。マジかよ。まだ行くのか。そんなのあり。その先に見えました。見えた。ただここはコズミックディバイド、ミスターファリンのオーディンが刺さりました。今パジャンって映ってたもんね。奥に映ってたかったかな。まだ行くシルエット。うまっ。これはシネド怒ってますね。あそっからそう、マーシャルを持ったベルリン、うん、徹底しますね。これで両面一色です。ただここにはライフ、いい位置で構えます。あっ、うわお、ギリギリを狙おうとしたんですよね。まあ、ちょうど選手カメラはオータムが映っていますが、ライブのプレーでした。ここからのセットアップはシーガーです。うーん、オータムの位置もちゃんとケアしてますね。プレッシャーかけます。オータムワンピックは取れました。そしてクラックス、本当に今日のこのロータスではフットのカバー意識が高いですね。まあもともとカバー意識が高いチームではありますけど、かなり徹底してる。3セットを経てやっぱり相手の動きはこうだねって感覚をつかんだのかもしれませんね。見えない、その可能性はあると思います。特にこう一人でも勝負してくる場面というのもすごく多いですから、徹底してこうカバーキルを取りに行きましょうというのは今回のなんかこう決め事になってるように感じられますね。打たない。そしてミスターハリン、オーディン遠いか。60発ぐらいはいた。今日は球多めですね。なんかあんまりミスターハリンらしくないというか。今日球多いですねって結構やばい。パワーワードすぎる。むしろ多い。先ほどまでは簡単を狙っていましたが、今回はライフをバラマキがそんな当たる。かなりくれましたね。ただアタカプタンが落とされてからのスタートになりました。そうですね、アタカプタンが落ちるということは映画の進行はかなり難しくなるということですから。 C 取られたらきついぞ。なんですけど C 取られたらまずいぞ。これローリングサンダーがあるのに対してどう守り作るか。ドライで上がる。ローリングサンダー使いません。あ、温存した。むしろこのからローリングサンダーってのはありそうですね。そうですね、ここで今スクリーンを上げたのでシネと高台をカバーできた。うわそれ両方さばいた。バイパースビットもショーストーパーも切らずに取れそう。下よく起きましたね。アフターショック炙り出し、アイアンが抜き、ゲッツジェイワンオンフォーです。何や、何ウィングマン壊して、これ車線が綺麗に合ってないぞ。少し怖いぞ。何かありそうだ。うわアイアン今度はやり返す。イエツジェイじゃない。ここはどこにあるんだ。擁護できないぐらいになってる。擁護できない。ミスターファリンなんですけどね。そんな近くだと擁護は無理だぞ。あの考える、はい。4人並んでフット進行してきます。カメラを飛び。オーバーピック外してしまった。フォールトライン。ブリンク。しかしオーダメダブルキル。うわオペレーターに持ち替えたがミスターファリンのカバーが入りました。2対4。あまりにも攻撃的すぎる。俺らを怒らせたなと。残るはミスターハリー、アーヤン今しかない。どんな感じで見てればいい俺。いやちょっとでは何とでも言えるけど、俺がさ打てーなんて言ったら、まあ、俺も計画もらう可能性あるし。ミスターファリンがファンプラスメイクを怒らせました。どんな視点で見ればいいんだ俺。火をつけましたよね、間違いなく。公式のキャスターが今しかないって言ってる場合も大丈夫か。丁寧にもう大丈夫か、それはもうどういう意味か分かってないけどね、あんまね。でもさ、これさ警告もらってたとしてさ、やりすぎてさちゃんとこうガチでこう構えてから出場停止とかになったらさ、一番笑えない展開になるんだ。アウトローは継続です。ブリンク切った。うおー当たってる。これできればディジーを回収させたくないですね。そうですね、回収できないでしょうね。あ、スモーク。んー、ただ回収しようと思えば音が鳴りますから。さよならディジ
これでエントリーのアビリティがなくなりましたね。うわいいね、シム取れた。オーブ回収、ショーストッパーが上がりました。これで準備はできましたね。ちょっと体力削られてしまっているので、確実にショーストッパーを生かせるかどうかっていう保証はないんですけども、このラウンド取れたらガチ熱いけど武器的にワンチャンあるよな。配置的にもあるし。さあここからの A 展開をどう警戒できるでしょうか。ふと見えた、内側にはワイヤーが仕掛けられています。ショーストッパーの警戒ができていました。ここはトップに逃げていくディフェンダーサイド、フットのミスターファリンです。うわ、最後のファリアも使いましたね、切らせましたね。これ切ったってことはもう一人行くぞ。まだクラックスのフラッシュ、アフターショック、さらにはホールトレインが残っています。結構オータンもいい。パラノイア切りましたけど、真下は気づけるでしょうか。ライフの位置、おい、アタカタン警戒できていました。やばい、オータム、ライスは内側から入って、強すぎる。内側が、内側には強い、ライ様、7対8、オータムとライサーのクロス完璧だったように見えるんですけど、ライ様が強すぎたな今な。ライ強すぎない。驚きました。ちょっと友達みたい、友達みたいな感じで呼んじゃったライ強。しかも今回スクリーンが A に対しての斜めに切るスクリーンではなく B 側に対するスクリーンですからね。やばい、その強気ますけど、あのシエネットのオペレーターをさばきました。一瞬でこれはフッと苦しくなったぞ。手間の手間できた。これで丁寧に瓦礫の取得が完了です。フィジーエグいな。強気にピークするのはちょっと難しいですね。いや、ビギン流れくせー。そして B 側の進行も狙ってきます。カメラの音だけは聞こえます。スラッシュを切ったリンク側、そのまま B 中の制圧です。うわあ、かかったですが、そこにフォールトラインが入ったのでこれ以上深い追いはできません。ただスラッシュが極力回収できればと思っているファンプラスに対して、こんなことどうしようするのこれ。フットも回収させないようにエリアコントロールをしていきます。マジかよお前、マジでバグだろお前。ライフを生かすためのスモーク、リリオドーンを出したら勝負してくるぞ。グラビティウェル、モシュピット、ライフを首を横に振ります。当たりたかったんでしょうか。いや、強いわ。ライフがやばすぎる。動力に勝負をしてくる。うわ、もう強いわ。これでまたエイクやってらんな。これでまたライフのショーストッパーが。今フット応援してる。3マップ目見たいから。フット応援しちゃってんだけどさ、やってらんなこれで。一種のパフォーマンスでもありますからね。ショーストッパー絶対切るだろうな。ショーストッパー。カメラ打った瞬間。そこにフォールトラインを打ちますか。当たってない。ここはショーストッパー関係ある。クイックショットで落としました。そして B 側ではアフターショックで崩していた。ただライフがさすがにだろ、この位置を保った。さすがにだろ、それは体を張りましたけれども、シネとスモーク明けのタイミングほとんど見えませんでしたけども、シネットゴリゴリでいいね。入っている可能性がいいね。ゴリゴリでシネット相当温まってるよこれ。このラウンドはさすがにフット取らないといけないので、無理な勝負はしないですね。徹底してます。一つチャンスが面白いスモークを置きましたね。これですね、ベルリンです。確かにこれトップをなんとかするためのスモークに見えますけど、隙間を作ってる。ただこのスモーク焚き続けないといけない。あ、キャンセルして誘いましたけども、位置をまあ変えましょうというところでしょうか。そうですね、こっちこいてる。あ、カバーしてくれと。ただ見る車線が多すぎます。うん、難しいですね。あ、いいタイミング取りに行く。ただシーネットシーネットを外さんよ。置いてるのはシーネットのタレット。うんま、構え直した。今一瞬うんま、での勝負ができるようになってきました。シーネット、このラングル絶対得意。もう関係ない。この勝負はどうだ。絶対得意。ほとんど見えてる。決め打ちぐらいの。マジで上手すぎる。しかもまたライソー落ちましたよ。ライソーは視点、それはずるいんじゃないかというピークにも見えましたよね。多分ほとんど見えなかったと思います。そうですね。カメラが、まあ、カメラを打ったからこそなんですよね。はい、
ライさんも毎回開幕で2ラウンドぐらいプレイ時間15秒ぐらいになっちゃう。 B 展開にもまたシーネットが構えます。スラッシュが飛んできた。一発打って帰ったシーネットはそのまま、タキキープ、おグルト待って、イエツジェ倒されました。ちょうど刺さってしまいましたね。今度はメインからライフ行き過ぎ、やめてくれ。マウンドからパラノイアを打って、シーネットがいる、ハサミに行きますが3方向からの取り返しです。シーネットがいる、シーネット外しません。アタカプタンと合わせて2キルを取っていきますが、滝側に滞在しているのはベルリンです。メイン側ではスモーク中、このアーヤン大丈夫や、ベルリンが倒されます。残るはメインのアーヤンです。もうシュピットだけやな。でも投げれる位置ではないでしょそれ。そしてアタカプタンの射程も通ります。シーネット一発当てて、うまい。いやシーネットだわ、シーネットだわ。やっぱり11対10です。失礼しました。いやシーネットのオペレーター本当に脅威になってますね。どうでしょう、このシーネットが先ほどまではどちらかというと A メインでの圧力をかけていましたけれども、ここで B の展開は予想つかなかったでしょうね。しかも、まあ、積極的にワンピックを取りに行く動きに切り替わってるんですよね。あとハイパーナーを取られた時にシーネットを寄せて抑えてもらうっていう。大丈夫、そういうことですね。明日喋れるか。登場するのはシーネットは今度は C 側です。あ、どこもシーネット警戒になっていますね。高い位置を取る三段組、 A だけはスモークを張ってもうすごすぎる、瓦礫の取得というノリノリ、まあ、こうなったらまずシーネット止まらんよ。いい取れています。シーネット自身も今自信持ってますよね。多分俺のところには来ないって。初めて見せる位置です。カメラでチェックして自分の立ち位置を変えたいところをベルリンが抑えました。どうでしょう、ミスターファリンかなり近い位置を取れています。しかもカバーのクラックスもいますよ。やっとそれ、うわー、切られたきついな。黙々で何も見えません。パラノイア、ミスターファリン、でっかそのカウンター、またライ様、ライ様がまた、あー、シーガーに寄った。どうでしょう、またスモークたけなくなりましたよだからライツはいつも最初のスモークたけないって言ってもスモーク多すぎるからな。決して立ち位置は悪くないんですけど、悪くないんですけど不憫な倒され方が多く見られます。惜しい、打ち勝った。ただ我々の視点でも有利不利が分からなくなりました。そうですね、コズミックディバイドの手前はファンプラスフェニックス、その奥はフット、行った。何やら怪しいと B へと進行を変えました。いやこれオータム立ち位置内ではいろいろな情報が取れますよ。階段を奥まで入りましょう。ここは強いぞ。お、あ、警戒してる。いや、さすがにか。マジか。グルト待っていた。しかも今回転ドア開いたということはもう一人瓦礫にいる。そしてカバーに入ったところ、お、後ろからクラックス。ワンチャンある。それワンチャンマジである。うわ。チーティッシュショット、え、今振り返って打ちますよね。うわまあこいつやばいなマジで。もう振ってましたね。ゼファ俺らこいつに破壊されてスクリーン目だもんな。ライフはシーネットにやられたことをやり返します。おお、びっくりした。まあ、そんなんだってきたらまあ終わってるよ。見えましたかね。多分ギリギリ見えてると思いますね。頭一つアタカプタンがどんだけ行くん。ライフはどこまでもう追っていきます。どんだけ行くのって。チームが2で取れました。もうバーヤー、戦う必要はありません。あくまでラインを整えるだけです。ただ時間を稼ぎたいですね。正直裏取りを間に合わせるんであれば。そうですね、この後ろにはワイヤーがあります。ブラストパックでこれに抜けるというのも考えられますね。めっちゃいいさ。でも位置取りなのに A の進行を早めていきます。シュラードステップできつくない。トップに抜けていくディフェンスサイド、ライサーの位置です。まあエリアは取られてるけど丁寧に設置までできたのは広がれるぞ。普通に壊しましたね。オープン設置が完了です。しかもオペリテイクきついぞこれ。手前のオープン設置になっています。後ろの警戒、やつで両方の車線が見えていますが、でかい、相当広がれてるこれ。リンクが見えでかすぎる、でかすぎる。これ勝った。あ、見ましたね。まずはこれ絶対勝った。見えました。マジで勝った。
シネと立ち位置を変えます。違う、もう広がりすぎてる。トップへのパラノイア。さあここはウィングマンと合わせてアイアン認証レッドです。いやでも広く展開できてるので、これ解除できるかどうかかなり難しいですよ。クラックスの位置は難しいでしょうか。ここはクラックス抜けるか。ライフもう手離せない。頼む、行け。よし、ここはアタカプラン間に合いました、うん、13対12。マッチポイントは再びフットです。ショッテ、次はシーネットオペやぞという動きであれば、先ほどねシーネットが出てきましたけれども、シーネット行っちゃう。ドア開け、シーネットが前、その先にはライフ、エース同士の打ち合いが発生した。今のお前ならいけるぞ。手前はブームボットでチェック。あっつそれ。さあここはディジーと合わせていくでしょうか。奥にディジーです。食らってない。しかもまだ前に出る。これは出るぞ。これは出るぞ。ヘイルウィンドで勝負する。ヘイルウィンドは切れた。なんだろう、ドア開いたぞ。ブリンクは放てません。ドア開いてる。それでもシーネットは前に出る。ディジーマン逃げろー。オッケー。ギリギリ下がりました。ギリギリ攻めるね。今度はエガーのアクションです。ドアを開けてそれをフェイクにするか。フットは寄っています。ファンプラスフェニックスの本命は A サイトです。しかも C は結局 C ネットに任せる。守っているのはイエツジェイ、そしてミスターファリンです。残り20秒、時間はありません。もう行くしかないですね。ウィングマンを取りにディジーを合わせていった。アフターショック、これ熱い。出ろ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 。エーペックス時間ねえぞこいつら。そこを崩していたライフ、ミスターファリンが熱すぎる。ナー14対12。セカンドマップフットが取り切ります。まあ、ここでもオールクラシックです。マイラウンド優勝してんのマジ。ゆっくり上がっていくのはフット、うん、確かこれがスタンダードであるんですけど、フットの構成はまあイニシエーター2枚採用ということで、はい、策的にはかなり引いてていますからね。定番のセットアップです。さあ今回タレットを隠したかった中、裏からベルリンが入っていきます。あ、これはベルリン後ろから取りましたね。なんで裏切りになって当てる。取りました。やばい、武器も取れる。やばい、クラシックで2-5。ベルリンは死ぬだけ言えばだけど、これクラシックでなんと偉すぎる。マジか。思い切ったカスケード1枚の使い方で、いいカスケードだったの今な。完璧に崩しました。前半の最終ラウンドです。笑ってるんだ。おー、ベルリンオペレーター出してますね。むしろノットレッドイエット持ってるライフがシェリフですけど、ハーバーのオペレーターです。ライフに渡さないんですね。セリフを持ったライフ、単独行動ノットデッドイエット。いやもう無理、ただ倒しに行かないといけない。さあ引いていく時間稼ぐ、ね、フット12秒の時間を待ちます。やられたと思ったでしょう。ライフも追いかける。やられたと思いました。さあそこから映画の展開です。まあ、ただこれでスモークを焚く準備はできました。うわー、ただ1個行こうとしたな。ハンターズフューリーからのスタート。当たってる。クラックスがベルト落とし、内側はアタカプタン、バイパーズビットを展開し、看板裏からのリテイクは難しくなりました。ギリギリ見えないラインを越えていったのはアーヤンです。しかしここにはアタカプタン、おワンオツーです。イエツジェのオペレーターが冴えました。8対4です。ライフアンレートやってんの。ユキシロさんとさっきから適当に打ち合って、死んで打ち合ってみたいな、だったらマジでレイナでいいんだけど。そのなんか A セットで目耐えて、ね、耐えてるイメージないし、なんか俺冷めちゃった。何が偉かったところだと思います。まあまたミッド展開です。同じような動きですね。ショーティルショーティル
確実にプレッシャーになりますし、これ上に出て顔出そうとしたらイエツジェネの車線通りますからね。ただまだアラームボットが存在します。それを見てシーネットがミッドの展開をしていきました。ただミッドにスモークを焚いているのでフットもミッド側の情報ちょっと取りづらいか、チューブ中があまり見えませんね。さあここでドローンです。映画は看板裏からドローンで手前のチェック、ハーバーが見えたでしょう。これゼロポイント投げますけど誰も反応がなければサイト中空いているのがバレる。あ、結構はA サイトに見えますね。あ、そうですね、残り35秒です。この時間ですからね、斜めにハイタイドを切って、さあ一方ラフターの方、めっちゃ時間使うよなマジで。ミッドバサミからの展開を匂わせていますが、ミッドが気づいてない。僕が終わったらまずい。警戒できるか、聞いてない。クラックスは落ちます。やばい、イエツジェ後ろを取りましたけれども、キルを取ることができません。やばい、シューネットに打ち込まれてる。奥に入ってくる、ライフ打ち勝ってる。よく打ち勝ちました。ただ時間がない、設置するしかないぞ。シャビがライフガチローだぞ。それオペレーターを持ち帰りたいんですけど囲まれてる。裏からライフ、これでノットデッドイエットが上がりました。ライフが取り戻してきたか、これ、はい、ライスだを。こちらはメッドからの裏取りを通させました。うっせぇフット頑張れ。 FPX が取り戻してきてる。猛攻が続いています。あの感じだったら生ゲスだもん。エクロンドのフット、シーネットのオペレーターに託したいワンピック。いいの、このシーネットの強気のオペ。チャンスがあればミスターファリンもハンターズフューリーを切るでしょう。シーネットも寄ってますね。オペレーターはやはり通したいか。さあミスターファリン、ハンターズフューリーの準備はできています。パラノイアモーシュピット、動くことができないクラックスです。月光プラントだからな。ハンターズフューリーのタイミング、アタカプタンが前に出ます。あー、うまく落としましたね。ただオータムがアタカプタンの内側を倒しています。ただ接地位置にフラグメントなどを入れているので、こっちを抜いた、時間かかってる。これで3対4、なんとか設置はできました。ただ当たりに行かないで、強すぎ。 FPX レコニングを打ちながらベルリンライスは前に出る。強すぎ、上から降りてきた、強い。ライ様、ライ様、勝負するしかなかった。3対5のシチュエーションで巻き返した。さっきからこいつパフォーマンス高すぎるだろライ様。ダメージアビリティをちゃんと落としていたんですよね。いい打ち直しや。大丈夫よ大丈夫よ大丈夫大丈夫よ。ラウンド22はスタートしています。オペレーターは所持できませんでした。いいな、熱いね。これが大会よな。高い立ち位置を保っているシーネットです。まずは詰め待ちですけれども、この動きを見ていると B の方が印象良さそうですね。そうですね、スムーズに今 B メイン取れていますし、アタカプタンも早めに今ポイズンクラウドを上げているのでフットのメンバーが大ファンしたら壊れてた。タイミングでうまく B が押せるということになりそうです。あのね、デカさで切ってたらやばかったな。さあここでアタッカーサイドのオータムのゼロポイントが上がりました。よく我慢したな。アタカプタンもバイパーズピットが上がっているラウンドですが、レコニングゼロポイント、ここは届かない位置です。ねえわ、ねえわ、スネークバイトの回収をして時間稼ぎができています。いや、これ取れないとマジマネーなすぎる。変えた、ウィングマンの設置位置はウルトがめちゃめちゃ強い。そうメドルを入れながらディジーを展開、広げたスクリーンが開けた瞬間勝負です、ジョイ食った。アーソブラとイエツジェが落ちました。まあ雪だるまからの取り返し、最強のリテイクルとか。3対5、ただ体力削れているのはフェニックス、打ち合いで勝っていく。ワンワン勝ちろ、まずミットチャンスがある。2人勝ちろ、体力がもうありません。あー、フラグメントの遅延、これで雪だるまからの裏取りが間に合いそうだ。この丸時間ない、やばい。イエローまでクリアする時間はありません。抜きやすいところに設置ができています。どちらを優先するか、アタガプタン体力はどうだ。うわあ、抜いてきました。マッチポイントは、いや、ジョイ倒したのがマジで MVP すぎる。
じゃあこれ言っとくとまた変わるかもしれんやないんですけれども、はい、リリースはずらされてファンプラスフェニックスはディジーのスタートからです。シーネット熱い、それアフロが熱すぎる。うわしかもそれブリックで切れ引けた。まだ打ち合う、削った。あ逃げれない、シーネット。イエローでの勝負、逃げれないんじゃない、逃げないんだ。ちょっとこれ全部一緒のことできる。もう弾ありません。シュラドステップ、イエローが取りました。この位置、ね、には気づけませんでした。3対3です。ハーヤンの体力はもうありません。9のみです。ヌルコマンドでの時間稼ぎですが、ただもうほぼほぼ B は確定できてて、リッティクルトがある状況だから、まあ、ドライでも何でも前に詰める必要があるよね、削りに行くっていう意味で。ハーヤンが一人でミッド見に行ってるんですよね。ただタレット置いてあるんで、体で勝負は必要だと思うな。まあ、もし倒されたらフロムザシャドウズで回収はできますが、タレットが、余計なこと言ってもだ、まあ、回収はできますが、これでもう B に行くしかない。位置がバレました。これで現状 B は確定です。ロックダウン設置するしかない。あライ様がまたライ様、ライ様、FBX13 対10、国際大会での勝利、ホーム甲子園は勝利をもぎ取りました。余計なこと言うと変なこと起きるな。ライ様強すぎない？俺が最初に言ったアーヤンはそんな響いてなかったけど、 FBX は自信にもつながったと思いますが、やっぱライ様やな。